融雪機とは、熱源部と雪を溶かす融雪部が一体化して、層内に投入した雪を燃焼熱で温水加温し、あるいは直接層内の雪を加温して、雪を急速に溶かすことを目的にした装置である。大型融雪機による、融雪産業融雪機は層内に投入した雪を溶かして処理をする。似たような装置で融雪層があるが、融雪機と融雪層には多くの種類があり。 明確な分類は定まっていない。融雪機は地下に装置が埋設されているものと地上に設置しているものがある。いずれも熱源装置一体型であって灯油を燃焼させる熱源部と雪を溶かす融雪部が一体構造となっている。融雪機は融雪部に随時雪を投入しながら融雪することを目的としているため、 融雪部は大きな雪の収納を持たず、熱源は高出力なものが多い。他の融雪装置に比べ融雪速度が速く、時間あたりの処理量も大きいのが多い。温水酸水式融雪機自家熱接触式、融雪機自家熱、温水混合式融雪機融雪機は、製造会社によって様々な融雪方式を取られている。融雪機には、 装置全体を地下に埋設する埋設型と地上に設置する定置型また場所を移動できる移動型がある。さらに融雪機は温水酸水式、自家熱接触式と自家熱、温水混合式などがある。温水酸水式内蔵した灯油バーナーの燃焼熱と燃焼排ガスによって相内で熱交換して水を加温し、この温水を水中ポンプによって投入された雪に、 噴霧酸水して融雪させる構造となっている。燃焼排ガスは主に排気灯により大気に放出される。自家熱接触式内蔵された灯油バーナーの燃焼熱によって加熱された露壁面や燃焼排ガスに直接雪を接触させて溶かす方式である。自家熱、温水混合方式融雪方式は自家熱接触式と類似しており、 融雪水の一部を温水酸水式と同じく水中ポンプによって雪に噴霧酸水する。ありがとうございます。